s S a さん、アンケートありがとうございます。合格です。<laughs> <laughs> あのー、アンケートはですね、僕、あのー、まあ、最近は1000文字取ることが多いですけども、まあ、他の人はこんなことあんまやってないんですよ。僕、MAX で1万文字取ったこともありますので、まあ、最近は1万文字やってないですけど、もしかしたら1万文字の、 アンケートをオファーするかもしれないですよ。あと10倍ですよ。そう。ま、今回は優しく1000文字ですね。まあ、でも大体で平均して1000文字以上っていうのはやってるんで。うん。多分ね、今後多分1000文字デフォルトなるかな、うん、ちょっとわかんないですけど。うん。プレゼント企画はね、多分もうもう1000文字、最低1000文字っていうのはデフォルトになるかもしれないです。うん。で、ま、いろいろ書いていただいてるんですけど、 この王国を作りたいっていうことですけど、作ればいいじゃないですか。僕も王国作ってますよ、今。王国。王国作れますよ。今、家から。うん。まあ僕自身もね、も、ま、う、あ、本当この人数ぐらいです。今、あの、金麦研究所っていうメンバーシップをやってるんですけど、あの、なんかお酒を飲みながらね、和っしょいするっていう、なんかメンバーシップをやってるんですけど、 まあそれ13人ぐらいいてるんですけどあの仲間内で一緒にお酒を飲んでねまあリモートで飲んでワイワイするみたいな話なんですよまあ僕はメンバーシップでやってますけども別にこれ無料でやってもいいわけじゃないですかうんだから村なんか王国作りたいんだったらその王国作るぞっていうこのリーダーがいないといけないので自分がリーダーになるかリーダーを探すかどっちかですよ それやるしかないんですよやってます <laughs> どうすか王国作りたい言うてるんだったら自分がリーダーになった方がいいんじゃないかなと思うんですけどこれ発信すれば別にリーダーになれるんでうん。でその仲間内で自分の発信に興味持ってもらった自分に興味ある人と仲間内でじゃあ実際に村作ろうっつってリアルの村作ってもいいわけじゃないですかうん。 まずはできること。まずはこの本当に王国作りたいんだったらできることからやればいいと思うんですよ。まず仲間集めですよね。でも仲間集めを発信すれば今できますよ、別に。逆にその発信しないとどうやって仲間集めるんですかっていう。ここに僕いるよっていうふうに言わないでどうやって人が集まってくるんですかこれは別にネットとか関係なくってね、リアルでもそうだと思うんですけど、ここに僕いるよって言わないで勝手に人集まってきます 多分なかなかか難しいですよここあとプラスここにいるよっつっても自分はどんなことしたいのかとかどういう王国を作りたいのかとかどういうビジョンがあるのかとかそれを発信していかないと票取れないですよ集まんないですよどうですか政治家で言うならば立候補して演説でマイクを持って何も喋らない立候補だけしました何も喋らない政策も何も喋らない 票集まります <laughs> 集ます集ないですよね多分 <laughs> まあ自民党だったらまあわかんないですよなんかそんの <laughs> 集まるかもかんないですけどちょっと <laughs> 仲間内でね <laughs> でも何も喋らないって無理じゃないですか無理ゲーじゃないですか。だかなんか発信しないと集めるためにうんだからまあこの自分の国村作りたいんだったら発信をまずするってことですね 発信すれば今からでもネット上には村作れますの、王国作れますので。うーん、そう。まあ、あとはあれですかね。村上さんとの対談の中で、まあ村上さんのビジョンですね。今村上さんがどういうところを見てるのかとか、村上さんの場合はもう地球を再構築するみたいな感じなんで、ちょっと大きいですけど、ビジョンがね。だけど、 同じような感じの部分がリンクするので、まあ村上さんの話ぜひ聞いていただければいいんじゃないかなと思います。どういうビジョンまあ村上さんはまあ地球を変えるみたいな感じなんですよ。地球を作り直すみたいな感じなんですね。で、王国を作りたいわけじゃないですか。ちょっと違うけれども、似てるところはあるんですよ。で、村上さんはそれを実行してるんですよ。じゃあどういう考え方で実行してるのかって話ですね。 うん、だからそれはエッセンスを救出できると思うんでぜひあのやってほしいなと思いますであと、まあ、僕もね聖書ありますよ僕も、はい、聖書です新約聖書エホバの商人さん僕のお客さんに言いましていただいたんですけど金ピカですね聖書あのね僕あの聖書に書いてあることって僕素晴らしいと思うんですよ ね、ずっと語り継がれてるしだけど僕の見解ですよ僕は聖書に依存しないし自分が聖書を作っていくって感じですねまあ聖書から学ぶことはあったとしてもそれを自分のものにするし自分のプラスに変えていくし聖書に依存しない聖書がこう書いてあるからこうですではなく何だろうなそこから何かを吸収して自分のプラスに転換していくっていうことですね 自分で聖書を作っていくってい自分が神様ですからね。自分の中に宇宙があるし。まあ、ちょっとレベルが高いかもしれないですけども。自分の中に神様がいるし。自分の中に宇宙があるんですよ。それを自分で作っていくんですよ。うん。で、それができるようになれば、多分フレームが抜けて王国は作れるはずです。 だけど聖書に依存してるというかその,そのフレームの中にいるとそのフレームから抜け出せないので結局俺はこうなんだって話ですよねまあここでもちょっと書いてありますけど聖書に書いてある通り結局こうなんだ俺はこうなんだってそのフレームからずっと抜け出せないんですようんどうですかね時代の常識とかね時代ってほとんどうん テクノロジーとかも全部そうですけど、全部は否定ほ、ほぼ否定から生まれてるんですよ。そんなの無理だよっていう否定から生まれてるんですよ。そんな常識ないよっていう。例えば、まあ、ビジネス的に言うならば、えー、経営者の藤田伝さんっていうね、マクドナルドを日本に持ってきた人が有名な経営者の方いらっしゃるんですけど、藤田伝さんがね、日本にあの、マックを持ってこようとしたときね、全員反対ですよ。全員反対です。誰が、 ハンバーガーガ食うねんと日本人は米と味噌汁だろうと <laughs> まあそりゃそうなんだけど <laughs> それはごもっともなんだけどね藤田伝説は、まあ、これからハンバーガー食う時代が日本人もハンバーガー食うねんみたいなね持ってきたわけですよでも全員反対ですよでも今どうですかマックハッピーセットみたいなね子供もハッピーセットみたいなんで食ってるじゃないですか <laughs> もうほとんど歴史を見ても否定からそのその常識 その例えばその歴史の中の常識という聖書から抜けたら違う常識が生まれて歴史が新しい歴史のページが組まれるんですよ。だけど聖書っていうこのくくりの中にいたらずっとここなんですよ。でも学ぶことはありますよ。昔のいい言葉だったりそこから学びはあるんだけどそこの中にずっととどまってるとそこでしかないんですよ。抜けないと。だから僕は 宗教にも入ってないし、仏教にも入ってないですけど、全部の宗教だったりとか、全部の仏教で、いいなと思うのは取り入れる。否定しないんですよ。いいなと思ったら受け、あの取り入れればいいだけの話なんで。依存はしません。いいなと思ったら取り入れる。そして実行する。それだけです。僕の使い方は。聖書に依存しない。仏教に依存しない。だけど学ぶ。学べるものがあれば学ぶっていう。吸収していくっていう感じですね、僕はね。 うん、はい。ということで、まあ、村上さんのちょっと話聞いていただくといいんじゃないかなと思います。はい。アンケート、ありがとうございました。